私物オークション、よいしょー。どうも、メーション、レイト、ハルキト、ノスド、モッチです。まあ、題の通りですね。はい。まあ、いらない私物って最近多くないですか？多い。まあ、季節の変わり目で、模様替えとかも結構してるじゃないですか。はい、確かに確かに。いらないけど、これ使うかもしれないけど、置いとこうってものはもう一生使わないんですよ。実際。確かに一生使わないな。なんで、そういうものを金にしようと。おー。なるほど。そういうのはね、友達に売りつけて金にしてしまえばいいんじゃないかなっていうこの悪い考えがね、はいはい、しまうわけですよ。まあ、本当に必要な人にね、言ってくればいいんじゃないかなと、はい、確かにね、いうことです。はい。今回ね、4人で私物を、まあ、1、2個持ってきたんで、まあ、それをオークション形式でみんなで競っていきたいと思います。はい、はい、もしかしたら自分が欲しかったものが格安で手に入るかもしれない。そういうことですね。おー、いい企画だ。いいね。まあ、ルールとしては最低金額は出品者が決めていいです。はい、なるほど。ということで今回は私物オークションやっていきましょう。はい、はい。まあ、僕からでした。毎回じゃん。絶対ジャブなんだよな。出抜きじゃないよ。出抜きじゃないですよ。まあいいよ、買う気できてるよ今回。はいはい。本を持ってきました。おー、いいね、いいね。こちら、魅惑のハイトーンボイス育成メソッド。これはボイトレ本でございます。まあ、これを読めば、まあ、誰でもね、歌が上手くなれるよっていう本です。なるほど。のせが出すの説得力あんな。3オクターブは当たり前って書いてあるよ。そういうことですね。やばくない？相当上手いよ。じゃあ相当上手いです、アキラさん。結構ちゃんとびっしり分かりやすいメソッドというか仕組み。100円。おお。もういきなり100円。なるほど。100。あ、CD 20円。150円。ちなみにレッスン CD が、そう、 CD がついてる。絶対見ねえだろ。絶対見ない。絶対見ない。いやー、150円。150円か。いや、いらないな。150円。150円以上出すか。迷うな。これを買えば、もしかして歌が上手くなるかもしれない。カラオケで好きな歌で歌えるようになるか。いけねえんだよ。確かにな。180円。うおー。ちょっと俺降りるわ。おお、降りる。降りる。180円だった。めっちゃいいよ。さらにいいものがあることを見越してね。確かに確かに。無駄な出費したくないんで。じゃあ俺も降ります。おい、お180円。ハンナプライス。おい、おめでとう。180円にゲットです。コミ中途半端だな。いいじゃん。いいいいだと思うんだけど。じゃあ俺が持ってきたのはモバイルグッズですね。はい、モバイルグッズで、まあ必要品です。まず1個目、こちら充電コード。おお。これ、あの怪しいやつとかじゃなくて、まあ、純正じゃないんですけど普通にいいやつです。おお。もっちょいらないね、これね。バックナイター今俺アンドロイド。ああ。で、型にもね、あるんですよ。なるほど。こちら、あの充電コードに挟むあのワンちゃん。ああ、可愛いやつじゃん。それはこれいいよ。はいはいはい。めっちゃ使いやすい。とそしてもう一個。すごい。すごいのあります。何ですか。こちら、エアーポッツ、カッコハテナですね。ああ。そういうやつだ。出すと、はい。こう出すと、もう光り出す。なんだそれは。光り出すけど、これエアーポッツですよ。この3つです。なんと、1円からスタート。なんだと？スタート !1 円 !2 円!2円。おい、キザ。ハンバープライス。2円で。5円。5円。10円。うわぁ、20円。50円。60円。60円。あー、80円。ね、これだけ欲しいんだよね。82円。82円。90円。90円。はぁ。これ1本結構しました。91円。定価91円。正直言ったら俺これは一番いらない。100円。100円。102円。102円。105円。105円です。110円。あー。160円。100円。200円。200円きました。なんだと。おります、おります。ちょっと待ってください。これマジでいいんすか。いや、欲しい。俺 iPhone だったら競ってたけど iPhone じゃないんだよな。これとかもいいよ。まあ、それはちょっとこれめっちゃいいのよ。確かに本当に。あ、でもなこれ200円って考えたら250円。250円きました。260円。260円。265円。265円。266円。270円。280円。280円。280円きました。290円。さあ、もういらない。
もういらない。100系じゃん言ってしまいました。もうそろそろいらない。だってライトニングケーブル3本セットで1000円売ってるもん。そうなんだ。いやでも、でもこれもあるのか。そうそうだ、ね、だいぶ安いよ。普通ゴミなんだよな。おります。おりました。俺ももういいかな。よろしく。290円ハンマープライスです。ありがとうございます。いやー嬉しいですよ。はい、290円。エアポッツ290円で獲得しましたから。いいな、非常に嬉しい。絶対に必要、俺多分今までなかった一番必要なもの持ってきました、ね、おお嬉しい。ほうほうほう、いいですか。はい、こちら。ええ、何これ、何これ、何これ。緊急災害用備蓄セットレスキュー3です。なんかすごいんだけど。食料、防寒、感染予防全部揃ってます。開けてみていい？いいですよ。ハイブリッドシート。あー、これなんか非常食みたいな。さらに、おー、マジで、さらにあるんですか。まずこれの上に重ねる。さらに、はい、災害といったら何が困りますか。皆さん携帯とか充電困りませんか。あー、はいはい、困る。モバイル充電器つけちゃう。お前がいつも使ってるやつや。めっちゃ使ってるやつ。いいの。僕ちょっとこっち側が壊れちゃって、アンドロイドの、はい、みんな iPhone だからこれあげちゃうよっていう。おお、これはいいぞ。これはいいぞ。ちなみに底値は、底値どうしようかな。2個だから200円。うわー、まあでもな、モバイルバッテリー買う買う買う。200円。俺も買うよ。250円。280円。モバイルバッテリー俺あ持ってんだよな。ちゃんと使いますよ。もう1個いらないんだよな。別にあって損はない。うん、まあね。レスキュー3もあって損はない。レスキュー3って呼んでんだけど、これさ、災害の時に、あ、レスキュー3ってなんて持ち出すから、そうじゃない。レスキュー3持っていかなきゃって。強です。まあ、いい。500円。いきなりこれがでかいわ。やっぱちゃんと使えます。 iPhone 600円。おお、金ないやつの顔じゃん。おります。650円。勝手にいった。700円。750円。いくやん。り上がるな。800円。おー、850円。買った方がええんちゃう。900円。そろそろ買った方がええんちゃう。900円です、今。1000円。うえ、うわ、やば。1000円。1000円。大丈夫。俺多分レイ欲しいもん出すよ、この後。まあでも言っちゃったから。カットとかできないっすよね。できないっすよ。1000円。いやちょっと4桁払って欲しくねえな。もう1000円俺は出す。1020円。うわー、刻むね。1050円。へー、いくんだ。1060円。1100円。来てるよ。1300円。いった。おります。わー、ハンマーブライス。ありがとう。くそー、レスキュー3ゲット。このレスキュー3があるかないかで死んでも知らないから。そうそうそう、充電貸してくれよって。ダメだよ。目つぶっちゃってもらっていいですか。おい、期待値高。洗濯機とか来るんじゃない。なになに、でかいぞ、でかいぞ。画面の箱の音がします。こちらです。あー、出たー。フライヤーだ。これフライヤーだ。なるほど。タイガー電気フライヤー早揚げです。うわー、これ絶対レイ欲しいだろうな。まあ、ほぼ新品未使用みたいな。一回だけ使いました。まあ、こちらいくらからですか。300円から。おー、300円。なるほど。350円。400。1500。うおー、でかっ。いい、ブリュリュン。ブリュリュンいったね。1500をね。いや、1500払う。でもな、1500円をこうピッて超えるのはちょっと難しい。1500か、どうしよう。1500だ。でも1550円出して買った方が安い。定価アマゾンで調べますと、そんなしたっけこれ。お、え、高いパターンだ。やばい。1500円。なんで。え、タイガー、タイガー、本当にタイガー、そんなしたの。タイガー早上げ。あー、アマゾンはそうだけど、普通に多分定価っぽいところは7000円弱。おー、でも高いよ。まあまあ、でも1500円安いじゃん。もっち
親孝行すんじゃないの。いやでもな、早揚げが親孝行なのかっていうところではある。1600円。うわー、言う。ファミリー価格。絶対お前買わないじゃん。こいつ盛り上げ焼きになって最初300円、350円。いやでかいけどねこれ多分。2000円で。うわー、降ります。おお、じゃあ2000円。さすがに2000円は出せんです。降りた。降りました。さすがにハンマープライス。よーし、でか。2000円以下だったらよかった。ママ今晩は唐揚げだよ。